激闘を前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。スタジアムオブライトへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。エミレーツ FA カップ準々決勝となるこの一戦、サンダーランドがブライトン&ホーブアルビオンを迎え撃ちます。アウェーチームの実力を考えると、ホームサポーターの声援には悲壮感が漂っているようにも聞こえますね。しかしサッカーに絶対はありませんから、セカンドレグの展開次第では予想が覆ることもありえます。どんな結果になるのか、まずは前半から見ていきましょう。こちらがサンダーランドの先発メンバーです。福西さん、5-2-3 のフォーメーションでしょうか。はい、守備的な形ですね。攻撃の厚みが減ってしまうので、前線の選手個々の能力でカバーするか、カウンターを戦術の中心に考えているんじゃないでしょうか。試合が始まりました。ここで抜いてきた、狙ってきた、強烈なシュートでしたが、これはポストの外側でした。ナビル・フェキル、さあ攻め上がってきました。この後の展開に注目です。簡単にさばけるシュートでした。試合のキーとなる選手の予想は難しいですが、この選手に期待しているサポーターはかなり多いでしょうね。前節でハットトリックを決めて絶好調ですからね。今日の試合でここはゴールに近い位置でファール、十分に狙える距離です。ディフェンスの選手がシュートブロック、これを止める、よく反応しましたね。この声援はサポーターも流れが来ていることを感じているんでしょうね。このコーナーを得点に結びつけて声援に応えたい場面です。コーナーからエリア内へ、なんとか難を逃れましたね。ファールの判定です。警告は出るでしょうか。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。抜け出しました。キーパーは止まった。 PK です。相手にとっては勝ち越しのチャンスが転がり込んできました。 PK が与えられたものの、選手にカードは出ません。カードが出てもおかしくない場面ですが、そこまで悪質ではないという判断なのかもしれません。さあ先制点となるか。 PK は入らない。いやー止めましたね。中に入れた、前方に運びました。見事なブロックです。
これは見事に奪いました。レフェリーはフリーキックを指示しました。おっと、うまく抜いた。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。このコーナーは誰に蹴るか。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。リプレイを見てみましょう。コーナーキックをしっかり合わせてきました。うまく頭で合わせてフィニッシュ。素晴らしい反応でしたね。パスをつないできましたが、ここで奪われました。ロブで裏を狙います。チャンスが生まれそうだ。このシュートはブロックされました。このボールはしっかりキャッチ。いいところへ出しました。ここでスルーパスを狙う。前方に運びました。レフェリーはアドバンテージを見ています。振り抜いた。キーパーが止めました。ファインセーブです。主審がプレーを止めました。イエローカードが提示されます。キーパーが止めました。両手でキャッチしています。おっと、これはいいぞ。これは危ない。セーブした。キーパーのナイスプレー。カウンターアタックのチャンスです。シュート。スピードに乗ったいい攻めでしたが、わずかに外しましたね。パスをカットしました。ここでカットしました。ドリブルで崩します。同点かと思いましたが外しました。絶好のチャンスでしたね。まだ時間はありますが、このまま同点にできないかもしれません。監督がガッキーと肩を落としています。同点のチャンスが今のミスで水の泡とかしました。ギルモア、ここでボールを失いました。試合を振り出しに戻しました。ここまでかなりチャンスを作っていたので、いつかは決めてくれると思っていました。待望のゴールですね。ドリブルでボールを持ち出しています。フェイキュー、決まった。これで再びリードします。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。
大したものですね。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。Goal for Brighton and Hove Albion, number 8, Nabil Fekir. うまく取り返しました。カウンターのチャンス、仕留められるか。裏へのいいボールです。チャンスの予感もしましたが一歩及ばず。キーパーの正面でしたね。がっちりキャッチしています。前半が終了しました。ハーフタイムです。後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。ここで攻撃を止めます。カウンターアタックに入るか。カウンターアタックに入りましたがボールを奪われました。フェキルにチャンス、決まった。これは記録に残るゴールでしょう。もちろん記憶にもしっかり焼き付けられました。信じられません。まさに圧巻のテクニック。これほど見事なマラドーナターンで相手を抜ける選手も滅多にいないでしょう。そのままフィニッシュに持っていける技量といい見せてくれますね。監督、僕も今すぐ選手に檄を飛ばしたいでしょうが、まずはここから挽回を考えなければなりません。どうやらベンチに動きがあるようです。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。チャンスにつながりそうでしたがディフェンスに阻まれました。攻撃は失敗です。レフェリーはフリーキックを指示しました。主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。打ちに行く。あっと危ないところでしたがブロックしました。主審がファールを取っています。フリーキックになります。ここで笛、プレーを止めます。イエローカードです。さっきのプレーに対してでしょう。選手も自覚していたはずです。狙いたい。さあどうする。この冷静さには脱帽してしまいますね。試合後の選手たちは監督から相当な檄が飛んでくるのを覚悟しなければならないでしょう。
両チームの選手がピッチの脇で準備をしています。大量リードの試合となっています。試合終了まであと30分あります。ギルモア、ここはよくスペースが見えていました。いい攻めを見せていましたが、ここで断ち切られました。ディフェンスがクロスをブロック。ボールは相手に当たってピッチの外へ。コーナーキックです。ボールを大きく押し出します。おっと、いい位置でボールを取り返しました。チャンスになりそうです。カウンターアタックのチャンスです。カウンターから決まるかと思いましたが、ボールを失いました。ディフェンスボールを奪います。このロブパスはよくスペースが見えていました。ゴール前に入ってきた。セーブ。素晴らしい反応速度でしたね。ボールをよく見ていましたよ。ボールがゴールに吸い込まれた。リプレイを見てみましょう。コーナーキックをしっかり合わせてきました。うまく頭で合わせてフィニッシュ。素晴らしい反応でしたね。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。選手を変えてきますね。カウンターのチャンスを生かしきれません。ドリブルで進みます。攻撃はここまででしたね。相手チームにボールが渡ります。主審は流しています。プレーオンです。ボールをカット。ここは抜いてくるのか。ここからどうする。ゴールキーパーのポジショニングが外れていましたが、きれいにゴールを決めました。リプレイを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。最後はキーパーもかわしてしっかりと決めてきました。落ち着いてましたね。見事にかわしていく。見せてくれますね。このチャレンジは失敗でした。カードが出るでしょうか。ここはキーパーが処理します。こ
ここはカウンターのチャンス。旗が上がりました。オフサイドです。これはまずいパスでした。相手に渡ります。これはよく見ていました。スルーパス通るか。また決まった。あっという間の連続得点。試合を振り出しに戻せるのか。リプレイを見てみましょう。狙いすましたスルーパスでしたね。そしてこのフィニッシュ、最後は1対1でキーパーをかわしてからのシュートでした。威力も抜群ですね。非常にゴールシーンの多い試合です。試合終了まであと2分。これは決定機の阻止とみなされるでしょう。レッドカードが出るでしょうか。退場です。主審がレッドカードを出しました。止めなければチャンスになっていましたからね。カード覚悟のプレーでした。このままいけるか。ゴール。この時間帯にダメ押しの追加点。リードは3点に広がります。あれだけ必要にマークされたら焦って外してしまいそうですけどね。激しいチェックをものともしない素晴らしいシュートでした。カウンターのチャンスが巡ってきた。相手のカウンター、ディフェンダーが必死に戻ります。狙いは良かったものの味方が合わせられません。うまくタックルしましたね。ボックス内で仕事をさせません。うまいパス。これで今日3発目ですよ。絶好調ですね。これでハットトリック達成。チームの攻撃を牽引しています。決定力が違いますね。チャンスをことごとくものにしています。さらに点差を広げたことで監督の表情にも明るさが見えてきましたね。試合終了です。男性のサポーターの前でホームチームが次のラウンドへの進出を果たしました。いやー、やはりといった内容で相手を圧倒しましたね。攻撃の質も高く納得の圧勝でした。次のラウンドもこういうパフォーマンスを期待しています。